安定版仕様です。最終12レースの優勝戦、内から1番2番ダッシュ、3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートを決めたのはセンター3号艇の山口、3角から攻めていく。3号艇の山口隆、1号艇の今脇が残そうとする。刺してくる2号艇、その後方5号艇6号艇となりますが、先頭は踏ん張った1号艇今脇幸太郎。今のただ水は2号艇6号艇、さらには4号艇3号艇。スタートは前提正常でした。2マークを先に回ってくるのは1号艇の今垣です。2番手争い6号艇2号艇4号艇3艇接戦状態を、内を捉えてくる4号艇を外からかわすか、6号艇の杉山隆弘、内からは3号艇も上がってくる山口、後方には2号艇5号艇が続いています。3角から3号艇山口がまくって出ましたが、陰線きっちりこらえたのが1号艇の今垣、2番手争い3号艇の内をシャープに4号艇の沖島、上位体系は1番4番となっています。3番手に3号艇山口、その内からは6号艇の杉山隆弘、5番手2号艇の山崎で、後方5号艇の杉山となります。2周2マークからホームへ帰ってきました。先頭1号艇の今垣幸太郎、2番手から続くのが4号艇、しっかりと回って沖島、3番手内を捉えてきたのは3号艇の山口で、上位3艇は143、4番手以降6号艇2号艇5号艇で最終周回に入ります。先頭は陰線まさに貫禄の逃げ、1号艇の今垣幸太郎です。まくってちょうだい、そんなこと言われなくてもまくって攻めます。平常心とは裏腹の熱い走りで水面を沸かせまして、最後はファンの逃げてちょうだい、その願いにも真摯に応えます。天ヶ崎では2回目、今年3回目、通算ではなんと115回目の優勝か。瞳の奥で燃えたぎります。これぞ最強の平常心。1号艇の今垣が先頭、4号艇沖島が2番手、果敢に攻めた3号艇山口が3番手。12レース、先頭1番の今垣幸太郎、優勝の5輪、2着4番沖島五輪、3着3番山口五輪、6番2番五輪、5番の杉山五輪。以上、尼崎第12レースでした。